こんにちは、体の枝10万円勝負です。今日は2022年の3月11日を2時間ほど過ぎてしまいましたが、見ていきたいと思います。現在のエドコインの値段は 92.17円ということで、安定の90円台ですかね。言いたくないけど、はい、こんな感じで、今日1日ですね、これ3月11日ですので、この動きですけど、もう95円と91円の間ぐらい、はい、で動いてただけという感じですね。はい、もうちょっと長いスパンで見てみますと、はい、日足ですけど、まあ、ここのねひげの先端まではまだ行ってないので安値更新にはなってないんですけど、ここのサポートを超えてで反発して、でここでねもうこれが抵抗になってこう来てしまうのがちょっと怖いですよね。よくあるパターンとして、ここで粘ってくれるかどうかちょっとね見ものなんですけど、また求人切ってきちゃうとねちょっと厳しいなという感じですが、ツイッターの方見ていきたいと思います。はい、ビットタイムス EVM 機能を提供するミルコメダ日本語サイトを公開ということで、これ昨日もお伝えしたんですけど、メディアがねちゃんと取り上げてくれてるのでちょっと見ていきたいと思います。ミルコメダの日本語サイト公開、カルダノのブロックチェーンを使用したプロダクトやソリューションを開発しているDC スパークは3月10日にイーサリアムのブロックチェーン上で構築された DApps などを簡単に移植することができるレイヤー2プロトコルであるミルコメダの日本語サイトが公開されたことを発表しました。ミルコメダはスマートコントラクトのコントラクトコードを実行するための翻訳機として機能するイーサリアムの主要な構成要素の一つであるイーサリアム仮想マシン、イーサリアムバーチャルマシン EVM に対応していないブロックチェーンに EVM 機能を提供するレイヤー2プロトコルであり、カルダノと他のブロックチェーンをつなぐ重要なサイドチェーン技術として以前から注目されていました。イーサリアムではスマートコントラクトを記述するための独自プログラミング言語であるソリディティが使用されていますが、ミルコメダを活用するとソリディティベースのスマートコントラクトを数分でデプロイすることが可能で、イーサリアムのあらゆるツールをすぐに利用することができると説明されていますと。はい、すぐにっていうのがいいですよね。仮想通貨ブロックチェーン業界では異なるブロックチェーンの相互運用性が重要視されていますが、ミルコメダを活用すれば EVM 非対応ブロックチェーンでソリディティのメリットを活用することができ、イーサリアム上で構築された既存プロジェクトを簡単に移植することができるようになるため、ブロックチェーン間の相互運用性が高まり、ユーザー体験を向上させ業界全体の成長を促進させると期待していますとされていますということですね。はい、なおミルコメダは最初にカルダノをサポートしていますが、将来的にはアルゴランド、ソラダ、テラなどもサポートされる予定になっています。今回の日本語対応によって現在はミルコメダの公式サイトだけでなく、ミルコメダのスタートガイドなども日本語で読むことができるようになっているため、今後は日本でもミルコメダの認知度がさらに高まっていくことになると期待されていますということで、本当にベタ褒めな感じがしますよね。相互運用性が高まってユーザー体験を向上させ業界全体の成長を促進させるということで、そのソリディティの、ね、開発者が本当に世の中にいっぱいいるので、それをまたねハスケルとか体の勉強はするんじゃなくて、今のね技術をそのまま、体の発展にあるいは体を使っていろいろね仕事をすることに、そのリソースを十分無駄なく使えるというようなところがいいぞということですよね。はい、で認知度を高めるということなので、またエキスポでもねいろいろ情報を提供していきたいなと思うんですけど、はい、またブロックチェーンエキスポ春に出るんですけど、ここでホームページがねもうすでに公開されていて、この出展者検索っていうところに行っていただくと、カルダノってやると、カルダノコミュニティがねちゃんと出てくるようにしてありますし、DC スパークですよね、 DC スパークって入れると DC スパークが出るようにしてありますのでね、まああまりたくさん情報載せてないですけど、載ってますよということでご確認いただければと思います。で、ここに右上にですね招待券申し込みってあるので、招待券をぜひねダウンロードしてほしいんですけど、ちょっと動画の概要欄にもリンクつけておきますので、それでできればね、そこから行っていただければと思います。はい、チャールさん、エンジェルズ&デーモンズとというチャールさんの動画ですけど、もう早くもですね、ユータさんが日本語訳を出してくれてます。はい、で、一言で言うと、
個人攻撃している暇があったら仕事しなさいという話で、はい、原理原則ということですね。はい、そんな些細なことはやらなくていいと、原理原則に従えということですけど、チャールさんを攻撃している、学歴を攻撃している人がいたみたいですよね。はい、で最初の方はまあその話ですけど、まあ、その話はどうでもいいという感じでさっと終わって、まあ、どうでもいいと言っちゃいけないのかな、はい、さっと終わって、まあ、あとはもう考え方とかね、思想の話で、はい、ずっと話されていて、そうですね、やっぱり今の原理原則のところかな、やっぱり一番気になるところはね、はい、もうあとはいつもの、いつものっていうほど軽々しく言っちゃいけないけど、本当にいつものね、ビジョンとか、一生懸命やってることとかね、と、まあ、我々への、まあ、教訓ですよね。はい、毎日顔出し一生懸命戦い続けることができるのはあなた方のおかげですとか、はい、でもね、本当に今日ちょうどチャールさんの記事をねちょっと読んで、本当に言ってることを、まあ、テッドトークもそうだけどずっと変わんないんだなと思いながら、はい、ちょっとね、素晴らしいなと思いました。はい、本当に尊敬しますよね、チャールさん。はい、ジャスミーリーグ、ジャスミーのドローンショーは本日の19時お楽しみにということで、今日も終わったんですけども、ドローンのショーがね、あったんですね。はい、これが、トスの、ここがスタジアムで、ここは駅ですかね。はい、でここに暗号資産ならということで、ちょっとズームしますか。暗号資産ならということで、はい、ビットポイントと、はい、A だと言いたいところですけどジャスミンでしたね。はい、まあこれはしょうがないかなと思いますけど、まあでもビットコインポイントもね、これで有名になったし、はい、ジャスミーだったら A だろうって思う人もね、この中で何か出てくると思うので、はい、それを期待したいと思います。はい、ディーンさん、ゼイシルハッピルトハードフォークコンビネーター、ハードフォークコンビネーターをやっとくべきだったなと言ってる、何を言ってるかというと、このポリゴンネットワークが、11時間ね、ダウンしたということだそうです。はい、でこれで、なんかねバグがあったというような感じですかね。はい、まあ、体のはねないのでありがたいですね。はい、美咲さん、仮想通貨を買ったはいいけど思っていたよりもやることがなくてチャートを見ず放置して暇だ退屈だという人は正しい投資をしている可能性が高いよと。はい、そう思いますよね。ほったらかし投資とかっていう言葉もあるし、待つのもね投資ということですので、はい、じっくり待ちましょうね。はい、あとビットタイムス、毎日の運動でウクライナの小児病院への DHP の寄付が可能にということでね、D ヘルスが、これ、なんだろう、ヘルストゥアンか、ヘルストゥアンでウクライナに寄付ということで、素晴らしいですね。はい、カルダノジャパニーズ、ディベロッパーの皆様、カルダノで構築していますか？ディベロッパーポータルでインスピレーションを得ることで、カルダノのエコシステムを成長する手助けをしましょう、一緒に成長しましょうということで、こちらですね、カルダノのポータル、はい、ディベロッパーズ、カルダノディベロッパーポータルということで、私ここで正直来たことなかったです。はい、こちらがちょっとページがうまくめくれないな。はい、ゲットスターティッドインテグレーティッドカルダノビルドウィズトランザクションメタデータ B パート J ガバナンス、ここはあれかな、CIP、あ、そっちか。クリエイトスマートコントラクト、ディスカバーネイティブトークン。はい。ちょっとこの、どれ拾ってみようかな。インテグレートカルダノ。わ、なんかいっぱいあるぞ。はい。ということでね、もうだいぶ濃いですね。はい。まあ、ここをざーっとね、読むのは大変ですけど、開発する人はね、ここを見ていただくということなんでしょうね。はい。まあ、でも、材料がね、やっぱ揃ってるっていうのが大事ですよね。今年はもう開発者にいっぱい来てもらわないといけないので、はい、こういうところもちょっと知っておくべきかなと思いました。はい、ダニエル・ライバーさん、カルダノ&プロジェクトカタリスト、リーディング・ザ・ウェイ・イン・ディバーシティ・アンド・インクルージョン、準カタリスト・ウーマン・ウィークリーということで、女性の、なんだろう、カタリストですね、はい、のなんか集まりがあるみたいですね。はい、気になる方は行っていただければと思います。はい、水川さん、 3.11 検索は力になるに参加しました。ヤフーで 3.11 と検索するとヤフー社からお一人につき10円福島とはじめとした東北支援のために寄付しますと
いうことでね、はい、ウクライナも大変ですけど、東北は 3.11 ということで、12年経った、そのぐらいですよね。はい、ちょっと大変でしたけども、私もね、これちょっとやってみました。はい。はい、では値段に戻りまして、92.39 円ですね。はい、14,012.9×92.39 で元本が10万円ですので、計算しますと、194,651円のプラスとなりまして、はい、1194.7% のプラスということですね。はい、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。